ほら、これなんですか。これはあのジャンプの後ろにあるやつですよね。あ、皆さんが、そう、ジャンプ。ジャンプか。うちもめちゃめちゃ漫画が増えましたよ。ほら、この後ろにもいっぱいありますね。え、どうどん。すっごい漫画多いっすよね、うち。あ、最近増えたっすね、うん、で、みんな漫画やアニメ見るでしょ。はい、めちゃくちゃ見るわ、うん、で、漫画とかアニメってさ、あるじゃない、あらすじ。はい、あらすじだけで何の漫画か当てる大会。よっ、ライチくんレパートリー多いっすもんね。めちゃくちゃもう手当たりしたいから。まあだから簡単に言うと、本当にあらすじだけを言う、だからタイトルを言わずに何の漫画かっていうのを当てるっていうやつですね。はい、リングレと鬼滅に似てんだっけ。そうそうそ う, そう、同じ概要だけ喋ると宣伝前に大役が生まれました。そいつが悪いやつを大量生産してます、はい、で心優しい主人公がその大量生産された悪いやつのことも見ながら人間を守ります。リングレも鬼滅も同じなんですね。そうっていう、今の聞いた感じだと鬼滅の刃なのか D グレイマンなのか分かんないじゃん、はい、どっちなんだろうって。だからあらすじだけだと漫画ってあの意外と分かんないことが多いかもしれないんだよね。確かに、そう、だからより細かな部分で当てる漫画王を決めたいと思います。出題得意そうな人いるかも、ね、あ、ほんとだ。確かに、はい、もう俺とじゃあ柴田さんがこれ読んでくださいって言って、柴田さんに読み上げてもらう、それを早押しであなたたちに答えてもらうということでお願いします。お手つきはダメで、お手つきしたらもうそのターンは終了、うん、あ、一周分なし、一周分なし。で、優勝した人にはね、じゃあ俺が個人的に好きな漫画買ってあげます。あー、なるほどね。あの、でもやめて、あの、別に欲しくもないのにこち亀全巻とか言うじゃあ早速1問目参ります。はい、かつてこの世のすべてを手に、はい、はいはいはい、ワンピース、はい、うわそっち来る。やっぱね、1問目はあの日本を代表する、そうですよ、今日疲れた、めちゃめちゃ簡単やった。柴田さんもちょっと寄せに行きます。寄せに行きますこれも。海賊王ゴールドロジャー、彼が残した一つなぎの大砲をめぐり、幾多の海賊たちが覇権をかけて争う大海賊時代が到来した。おお、そうね、ぽいぽい、一番点取るべきところだった。でかいよこれ。2問目です参ります。アメストリス国の片田舎リゼンブールに生まれ育ち、はいはいはい、陽平先生、鋼の錬金術師、正解。どうだ、いやさすが早い、テンション上がる。リゼンブール確かにね、迷うねこれ、うん、国名とか出されたら一瞬が進撃かと思った。あ、まあ、そういう、そういうっぽいじゃないですか、ね、じゃあ最後まで聞いてみます。アメストリス国の片田舎リゼンブールに生まれ育ち、巧妙な錬金術師ヴァン・フォーエンハイムを父親に持つ兄のエドワードと弟のアルフォンスのエルリック兄弟は錬金術師としての才能を開花させていく。はい、さあここまでいったらもう第3問。ごくごく普通の男子高校生キョン。はい、キョン、ヨハネ先生、鈴宮春日の憂鬱、正解。それは分かった。正解です。またちょっと元気ポイントもらってほしい、すいません。これは知らん。これどうにもならなかった。キョンっていわゆる昔の言葉を使うとオタク系って言われるものもね、やっぱ織り交ぜていかない、うん、これも分かっての漫画王なんで、うん、はい、じゃあ第4問目いきます。はい、参ります。人類は突如出現した、はい、うわー、よっしゃだから、じゃあ河野くん、はい、進撃の巨人、正解。よし、うわー遅れた。食糧人類と迷ったんですよね。あー、漫画を知りすぎちゃってるから。逆にね、人類は突如出現した巨人により滅亡の淵に立たされた。まあこれだけでね、それしかないですね。テラフォーマーズだと思った。第5問。アメリカ各州のジュニア大会で4連続優勝の経歴を持つ天才テニス少年、はいはい、大地くんかな。テニスの王子様、正解。うわー、うわー。クール D。 第6問ですね、はい、ピヨヒコこと、はいはい、うわー、うわー、そうだ、分かった。ピュート福ジャガー、正解。これ、かなめじゅんさん実写映画化してるんで。あ、そうだね。ジャガーがね、はい、今後、重要人物とか名前出てきちゃってたら、うん、そこ隠しますわ、ピーみたいな感じで。第7問。
かつて指導者であった母から厳しい指導を受け、正確無比な演奏で数々のピアノコンクールで優勝し、ヒューマンメトロノームとも揶揄された、はいはい、おピアノの森。残念。わあ、そっちかー。今言いたくなったんですよね。ヒューマンメトロノームとも揶揄された神童有馬光成は、あ、ちょっと待って、なんだっけ、言いたいよー。あれ漫画なんか、漫画なんか、名前出てこねー。母の死をきっかけにピアノの音が、はいはい、うわ、4月は君の嘘。正解。よし、よし、来週3ポイント。そりゃそうだろう、ピアノの森と4月は君の嘘。どっちだろう。僕のだめカンタービレ。あー、ありそう。ぽいぽいぽい。第8問ですね、はい、餅の木第二中学校、はい、うわ、金色の合衆。正解。よし、すごい。いや、確かに好きだもんね。一番好きな漫画です。なるほど。マイフェイバリット漫画。マイフェイバリット漫画 is 金色のガッシュ。アニメタイトルは金色のガッシュベルなんですけど、漫画タイトルは金色のガッシュ。へ、はい、第9問ですね、はい、昭和時代〇〇〇〇は総理大臣になり自分の国を作るという人生の目的と野望のため、はいはい、はい、待って待って待って、なんだっけから、待って待って、わ、急に忘れた。分かってる分かってる。帝国のなんだっけ、なんだっけ、そうそうそう、帝国の…わかんない。残念だ。はい、来たか、帝一の国。正解。そっちだ。これはね、読んでた。帝一の国めちゃめちゃ面白いからね。めちゃめちゃ面白い。いや、なんかいいね、なんかミスるようになってきて、ちょっと出す側も楽しい。確かに。誰も知らんみたいなやつ、これ。いいの。じゃあ次10問目なんですけど、これ正解した人は、10問目正解した人が、じゃあご飯決められる件。おー、これ勝ちて。いきます。はい、鹿島隆一、小太郎兄弟は両親を飛行機事故で亡くした。二人を引き取ったのは同じ事故で息子夫婦を亡くした森の宮学園理事長。隆一が成人するまでの間面倒を見てもらう代わりにベビーシッターをすることになる。働く女性教員のために作られた保育ルームだったが人手が足りず、隆一はそれを補うために作られたベビーシッター部の部員第1号となる。ん？これが出てこないんだよ。え、わかるっすかこれ。もうアニメ化もされてます。そうですよね。これアニメ化されてます。マジで知らんすけど、とりあえず当てすっぽで言っていいですか。はい、ね、キルミーベイビーみたいなやつ。あー、残念。エヴァ出てる。エヴァすごい。なんだこれ。じゃあ答え言っちゃいますよ。じゃあタナッチに。名刺どうなるこれ、やばくね。タナッチが、あ、そうあ、そういうことか。タナッチ正解お願いします。はい、これは学園ベビーシッターズです。ちげえ。知らん、全然知らん、知らん。あれかと思った、なんか ベル…ベルゼブバブ、バブ、あ、ベルゼブバブね。あ、確かに。決めていいっすか。あ、いいっすか。インドカレー、田島春さんに訪れました。はい、いただきます。いただきます。サラダね。うん、二人してサラダ食う。うん、ほんとだ。サラダから食べた方がいいらしいよ。うん、なんかそうだけれど、うん、動画的な話。すみません。じゃあ、ナンを静かにつけました。いただきます。うん。コップンか。うん。めちゃくちゃうまい。バターチキンカレー、サンフランライスです。サンフランライスです。はい。マジでベース量多くないですか。僕はチーズなんです。チーズなんです。うめぇ、うめぇ、うめぇ、うめぇ。食事も終え、帰ってきました。はい、あと90問です。長い戦いになります。さあ来い、目指せ。うん。参ります。11問目、果たしてここからの凸の逆転優勝はあるのか。参りましょう。11問目。地球を征服しようと来襲してくる怪獣宇宙人を落ちこぼれに、あ、はいはい、譲りましょう。今これはいが出てなかった。じゃあトモ君、とってもラッキーマン。残念。はあ、違うか。え、それだと違う分かんないけど、はい、お、筋肉マン。俺もそれだと思った。正解。筋肉マンなの。よかった。
ネッシーとか探しに行ったりする。そうそう。それでちゃうやん。続いてが12問目です。はい、物語の舞台は、西暦2000年9月13日に起きた大災害、〇〇によって、世界の人口が半数失われた世界。その15年後の西暦2015年、主人公である14歳の少年〇〇は、別居していた父、国連直属の非公開組織、はいはいはい、国務機関、はいはい、よしせよ、正解。おーおーおー、そういうあれなんだ。そうなんです。あぶねえ、俺めっちゃ恥ずかしかった今。だからハラス筋ってこういうことなんやね、うん、みんな知ってんのに分からない。13問目、まるまるは幼少期に母、続いて父と死別し、父方の親戚をたらい回しにされてきた。普通の人には見えない妖怪が見え、はい、はい、夏目友人帳。正解、正解。よし。いっぱいありそうですよね、たらい回しにされてるやつ、ね、14問目、東京の十番街に住むまるまるはドジで泣き虫な中学2年生。ある日、〇〇は言葉を喋る不思議な黒猫、三角三角との出会いがきっかけで、愛と正義の資格、はい、はい、セーラームーン。正解。よっしゃ。トップに踊りも出ました。参ります。公暦、2010年。はい、え、公暦あげちゃった。あげちゃった。はい。はい。マギ。残念。残念。違うかー。公暦2010年8月10日、世界唯一の超大国、〇〇は、日本と地下資源、桜台島をめぐって対立し、宣戦布告、日本に侵攻した。日本は占領され、〇〇によってエリア11と呼称される。はい、あ、コードギアス。正解。わあ、来ましたー。我に従え。いきます。謎の組織によって、はいはい、うわー。これだけでわかる、これだけでわかる。名探偵コナン。正解。ありがとうございます。さあ、俺くん分かってんのにっていうのは多いっすね。あの年の差で神経の数で負けた。いきますね。〇〇は会社の同僚と交際していたが、不女子であることがバレたことをきっかけで振られ、その同僚と顔を合わせづらくなり転職する。転職先で〇〇は幼馴染の、はいはい、オタクに声難しい。正解。すごい。これ差し上げます。今のもね、分かんないとね。参ります。世界中に散らばった、はい、え、お、早っ、はい、トマト君。あ、ドラゴンボール。正解。そうだー。いきます。名門の家庭の子供たちが入学することで知られる英徳学園に、娘の玉の輿を願う母親の勧めで入学した一般庶民の〇〇。学校は三角財閥の御曹司。確かに。かぐやの様は告らせたい。残念。残念。え、違うの？違います。俺それだと思いました。違うの？一般庶民の〇〇、学校は三角財閥の御曹司資格、 P 物産の御曹司、 P 日本一の茶道の家元、 P 流の跡取りの息子、 P 総合商社、うん、P 商事の息子、 P の F4 に牛耳られている。はい、正解。そうなんだ。漫画原作さんですね、あれ。知らんかった。いきますね。 P を目指す少年、 P と相棒の P をはじめとした P の成長を描いた物語とキャラクター性に焦点を当て、テレビ東京系列で放送開始と、はい、ポケットモンスター。正解。じゃあ、では参ります。1974年から1975年にかけて、静岡県清水市、かっこ現在の、はい、ここでわかる、はい、うわ、杉丸子ちゃん。正解。静岡県民の、大学の先輩です、ね、大学の先輩なんです。すごい楽しい、これ楽しい楽しい。延々やってられる。いきます。中学生時代の時、男子が苦手な双葉だったが、田中くんだけははぶられてしまい、辛い中学生時代を過ごした。高校では女子に嫌われないようにと、わざとガサツに振る舞う双葉は、思いを伝えることさえできなかった中学時代の淡い初恋の相手、田中くんと高校で再会する。しかし田中くんは中学生の時の性格と変わっていた。
てんてんてん。はい。お、はい。声の形。残念。違うんだ。知ってるこれ。絶対タイトルは知ってると思うよ。ただ見てるかは知らん。実写化もされてる本田翼がやってます。いや、わかんないですけど、じゃあ、山間で行っちゃうっすよ。はい。お、いきます。はい。青原井戸。正解。やったー。ほらー。これはやっぱり。映画見に行ってんのに確かにそんな感じだった23問目です。2006年7月9日謎の UFO を目撃したピーとその弟のピーは、はい、お、はい、宇宙兄弟。正解。すごい気持ちいい一番気持ちいいやついきます。2011年4月東京都郊外にあるP 学園、首都圏でも有数の進学実績と厳格な規律で知られる全寮制の高校は本年から極めて、はい、お、はい、プリズンスクール。正解です。うわ最近の来た最近読んでた。いきます。警察庁刑事局長 P の長男で、はい、これでわかる、はい、デスノート。正解。いきます。ある日高校1年生の P は地下鉄のホームで、はいはい、ガンツ。それだよ。正解。よし、すごい。参ります。任侠集団大江戸一家で育った熱血高校教師なんだっけ。あれ、あれ待っていいですか。あ、待って、はい、入ってないから、はい、入ってないから。お、いいですか。え、極戦。正解。よし、俺 GTO 言おうと思ってました、ね、あー、危ない危ない危ない。では参ります。舞台は北海道。P、はい、お、嘘、はい、いや、北海道だけで言うっすよ。まあ余裕あるからね。嘘。銀のサジ。残念。あー、舞台は北海道。 P 高校に入学した P は性格はいいが見た目が暗く、長い黒髪のせいで周囲からは貞子と呼ばれて恐れ、はい、え、君に届け。正解。北海道。いきます。基本的には主人公の P たちと周囲の面々が繰り広げるドタバタギャグコメディが描かれることが多いが、 P の過去やそれにまつわる因縁を軸にしたストーリーが進められていく形となっている。 P 編以降はストーリー本筋に関わる長編シナリオの連続で構成。はい、どうしますか。はい、高かったかな。止まんなかった気がすんな。忖度しますか。銀魂。正解。ありがとうございます。今29問が終了しました。29問終了した時点で、まあ俺がふざけてやった1点があるんですけど1がトマン12点、2が大地くん8点、陽平くんが7点で、つい1点ということでね、これもう今後やってても開いてっちゃってあれっていう私が判断したので30問で終了とします。なので続いての問題が最後となります。鉄とトマンに差が11点あるので最後取ってもね、鉄は優勝できないんですよ。なので、お、最後の問題、お、2億点あると思ったよ。まあまあまあ最後の問題参ります。 P に支配された西暦 3000X 年の未来の地球を舞台に、はい、はい、北斗の拳。残念P に支配された西暦 3000X 年の未来の地球を舞台に、 P の皇帝が自らの力を示すプロパガンダのために人類をP にすべく結成した P を、え、一本待って、テラフォーマーズ。残念。あ、人類を P にすべく結成した P から人類の P の自由と平和を守るため P の使い手である P が戦う不条理ギャグバトル漫画である、はい、あれ、どうだ、ボボボボボボボ、正解ボボボじゃね。ということで優勝はトマト君ということで、ありがとうございます。買ってもらえるで、あと何買ってもらうの、お前。それじゃあボーボーですか。それは言わせてください。